まだ動きはありません。赤番過ぎてもまだ動きがない状況ですが、さあこの1コーナーあたりで動き始めたのは難関の3名。4番の米倉が踏んでいきまして、スーッと前に上がっていきまして前を切った。3番の運のついていく、そして7番のノイ、そしてすれて中段を隠する1番の吉松と6番の林で打勝です。さあ高田修太は後方からになりました。さあここから踏み上げてくるのか。2番の奥中とともに4コーナー回って、さあ残り1周、最終周回に向かいます。一気に外からまくっていく5番の高田、2番の奥中はついていけない。一気に前まで飲み込んでいくか。5番の高田修太、高田が先頭に立ってバックストレッチ。4番の米倉、2番手、3番の宇野がその後ろ、そして1番の吉松がアウトコースからまくって2番手へと上がれるかどうか。先頭完全に抜けました1番人気ルーキーの5番の高田修太。2番手争いは4番の米倉に、外から1番の吉松が浮上、3番手4番の米倉か。ゴーリン